まあ、自然とこうなりましたってね、はい、It happened naturally っていうのは、まあ、無地 の, その製品っていうのは、まあ、こう意図してこうなんかかっこいいデザインをしたとか、まあ、合理性を突き詰めたっていうよりも、まあ、自然とこうなりましたっていうね。这段视频广告是设计师深泽直人和 Jasper Morrison 的设计作品，在原研哉的主张之下，画面中排除了一切无需之物，作品以简约自然的方式呈现了出来。深澤さんは僕がその無印良品のアドバイザリーボードのメンバーにならないかって言われた時に、まあ、条件として深澤さんも一緒に入れてくださいってお願いしたんですよ。というのは、まあ、それまでの無印良品というのは、まあ、やっぱりこうデザインを切っていくというか、まあ、必要なものを切っていく、例えばだからデザインはしないんだけどデザインするというそういう難しいデザインができる人が絶対必要なので、まあ、深澤さんというデザイナーはそれにふさわしい、まあ、技能を持っている人なので、深澤さんにもアドバイザリーに入ってもらって、無印良品の中にきちんとしたデザインの、まあ、デザインしないデザインの文化を作りましょうということを提案して、一緒にアドバイザリーになボードになったメンバーになったんですね。まあ、深澤直人さんのデザインはミニマルだと考えると、ジャスパー・モリソンのデザインはシンプルってまあちょっとニュアンスが違うかも分かりませんが、なんだろうな、そのジャスパー・モリソンは本当に目立たないようにデザインする、だけど結果的に目立ってしまうんです。だから世の中にはジャスパー・モリソンのデザインが結構いっぱいあるわけですよ。一番その特徴的なのは、だからまあジャスパーはまあ無印良品のアドバイザリーではないですけども、やっぱりまあいろんな製品のアドバイスをしてもらってるし、実際こうカトラリーとかいろんなデザインをまあジャスパーに依頼してもいますね。原研哉的设计一直都与流行趋势保持一段距离，他认为越是流行的作品也就越容易过时，而这条在冰岛拍摄的无需导演的广告也表达出他对自然而生的设计主张。最初はその無印良品の衣服の似合う人を考えるときに、なぜならばスカンジナビアの人たちは髪の毛も肌も目も薄い、つまり色がないんですよ。ロケ場所はアイスランドです。アイスランドって非常に自然の地形がこう、まあ、なんていうかこう、まあ、大胆で美しい場所なんで、そこでやった。ところがその少し寒かったので、みんなその寒さを紛らわすためにモデルたちが勝手に歌を歌ってたんですよね。でそれがすごい良かったんで、動画を撮る予定はなかった、静止画しか撮る予定はなかったんだけど、その歌が素晴らしかったので、ちょっとじゃあムービーの回してって、そのまんまムービー回して撮ったんですよ。だからあの歌は僕らは何を言ってるか分かんないけども、その女の子たちがこうよく子供の頃歌ってた歌を、そのお母さんがもうみんな寒いから歌おうよってなんか歌って、こうそれを撮ったんですよ。あれはだから本当に偶然の産物ですね。本当にこう生活の中に自然に溶け込んで、そこにデザインなんかないかのようにデザインするということが目的なので、まあ、自然とこうなりましたというのがすごく無地のメッセージとしてはいいなと僕は思ってますけど、日常生活に蓄えられた物品の中にいかに先人たちの知恵がたくさん染み込んでいるか、それに気がついていく知性だと思います。